福クロスは東京都新宿区、福町で行われた大規模再開発事業。タワーマンションを中心に約3000人が暮らす新しい町が整備された。新宿区、西福町は1980年代のバブル景気時に地上げ屋で地下が釣り上がったが、バブル崩壊後、駐車場や空地が虫食い状態のまま放置された。若い世代が多く転出していったことで、 町は少子高齢化が進み、商店の売り上げは激減し、空き家には人が入り込み、家事も相次ぎ、地区内のコミュニティは崩壊の危機に見舞われた。そうした中、地元住民が地上げ問題に対する勉強会を始め、1997年に町づくり組合を立ち上げる。それを当時、早稲田大学の研究員だった増田祐子らが支援し、研究テーマでもある、 高齢者が元気で暮らせる街づくりの構想を住民たちと練った。不良再建化した土地の多くは外資系企業の手に渡っていたが、マスダが会社に赴いて構想を説明し、日本の公的機関に売ってほしい頼み込んだ。そして1999年から都市基盤整備公団が無食い地の買い取りをはじめ、再開発面積の約三分の一を取得。2002年には、 都市再生を掲げた小泉純一郎政権が緊急整備地域の一つに選んだ。土地の集約化が図られる一方で2001年に住民はプロジェクトを市街地再開発事業して進めていくこと、高層マンションとペントハウスの複合型開発とすることの2点を総会で確認し、新宿区西福地区市街地再開発準備組合を設立。2008年に 都市計画決定、翌年に西福畜市街地再開発組合設立認可を受け、2015年9月に全体が竣工し引き渡しを迎えた。事業費は約650億円。福クロスは約2.6ヘクタールの開発区域内に超高層、分譲住宅、賃貸中心の中層住宅、権利者向けに3階と中層7階に配置された。 ペントハウス住宅及び低層部に配置された大型スーパー、認定子ども園、権利者店舗による施設部分で構成されている。また、地区内に計画された外苑西通りの延伸等の整備も一体的に行うとした。山手線内では最高層クラスとなる高さ約190メートル、55階建て、精神構造による1084個の超高層住宅である。 縦に伸びる柱をリブ形状とすることで高さ方向への意識づけを行い、よりシャープなデザインとし、上部に印象的なフレームを設けることにより、ランドマーク性を高めた。2013年9月に販売を始め、販売終了まで約6ヶ月間と、通常のおよそ半分の期間で販売を終える人気ぶりだった。ワンルーム中心の賃貸住宅。 7階建て138個。従前アパート経営をしていた権利者が、15も同様に賃料収入を得られるよう建てられた。平屋や2階建ての計22棟のペントハウス。もともと小建て住宅に住んでいた権利者が、元の生活形態を継続できることを目的にし、路地のある専用庭付き小建て風住宅を人工地盤上に再現した。なだらかな坂により、 道路から直接アプローチし、設置性を高める工夫を行った。この計画における最大の特徴である。低層部分に、伊東洋華道食品館新宿福店と新宿区の認定子ども園を各として配置し、道路に面して、権利者店舗、クリニック等の生活支援施設を並べ、街並みの賑わい創出を図った。ありがとうございます。